力すごいね。すごいですやっぱ。おおやっぱ迫力違いますね。お疲れ様でした。はい、というわけでお部屋に入りました。まずですよ、お手洗いがでかいですね。すげえ、めちゃくちゃ立派なお手洗いで、こちらがお風呂ですね。洗面台、アメニティこんな感じ。わあ、でっかいですね。ちゃんとテレビもついてます。こちらにもお手洗い、お手洗い2つあるんだ。あ、めっちゃいいですね。超でかいです。こちらが寝室、かなりでっかいテレビもありまして、こっちもね、こっちにも寝室があります。4つベッドあります。で、各部屋ねテレビあるね。こんな感じですね。外はこんな感じ。うん、いいね。冷蔵庫に無料のゼリーが入ってました。すげえ、めっちゃうまそう。はい、というわけで無料のゼリーいただきたいと思います。わ、すごい弾力。うまっ。うん、めっちゃ濃厚のゼリー、美味しいな。そうね。はい、というわけで出ました。はい、今回ですね、プライベートスパの方をちょっと借りてみました。で、そうするとね、大浴場から2階に上がると、こういったプライベート空間が待っております。すごいですね。これ1時間かけられるんですけど、確か3000円くらいかな、3000円ちょっとぐらいですね。で、ここをちょっとこう見ていきましょう。わ、すばらしい。見てください、これお手洗い1階分です。美しさ超綺麗ですね。開けますと、あ、すごい、見てください。このプライベート空間、すげえ、めっちゃいいですね。ここちゃんとね、温泉らしいですね。素晴らしい。いやー、この眺め最高ですね。ということで、ちょっと我慢ができませんので入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでやってまいりました。いやー、最高ですね、このプライベート空間。いやー、1時間ね、この景色もね、独占ができます。で、しっかりして、ね、ここね、温泉ですね、源泉2種類混ざってます。いやー、最高ですね。ちょっと味見ていきましょう。あ、特にね、ムームーしてめちゃくちゃ透明でね、もう誰でもこう好かれる万人に受ける温泉ですからね。いやー、気持ちいい。これぜひね、大浴場も素晴らしいんですけども、プライベートスパ、ぜひ3000円ちょっとぐらいでね、借りられるのに絶対買った方がいいですね。これで家族だんだんゆっくりといいひとときを過ごしていただけたらと思います。いやー、最高。こちらが湯口となります。こんな感じ。買ってった感じはこんな感じになります。ちょっと立ち上がるとね、見てください、この山々、最高ですね。超綺麗です。というわけで、これから夕飯に行ってきたいなと思います。レッツゴー。多いじゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。I've been there.